あ、愛ちゃん？寒かったろ？今暖かくするから。大丈夫です。そんなに待ってませんから。そう？聞かないんですね、この間のこと。私、あのまま飛び出していって。ああ、大丈夫。気にしてないよ。ごめんなさい。私、人のもの壊しちゃったの初めてで、ちゃんと謝らないとって思ってて。むしろ謝らなきゃいけないのは俺の方だよ。ああいうの気持ち悪いと思うのはわかるから。そうじゃないんです。整理したら少しわかりました。多分私、お兄さんがあれを持ってるのがとにかく嫌だったんです。だから今日は、その埋め合わせに来ました。しっかり目に焼き付けといてくださいね。他の人のはダメですけど、私のバイト服姿ならこれで許してくれますか？それともまだダメです？すみません、宅配便です。しちゃって。ここって、あ、ハンコですね。はい、じゃあこれで。ありがとうございます。お疲れ様でした。もしかしてまたああいうの頼んでたんですか？それはアニメの円盤かな。一緒に見る？どうなのですか？あ、それ胸の大きい子ばっかり出てくるやつじゃないですか。そう、月曜日のタワー。そんなのダメです。募集です。そんなアニメは絶対に絶対に絶対見ちゃダメ。